今回のテーマはスマホの正しい充電方法についてです。スマホのバッテリーはちょっとしたコツで長持ちさせることができます。こちらの5つのポイントで紹介していきますので、一つずつ見ていきましょう。バッテリー残量の目安を意識する。現在のスマホに使われているリチウムイオン電池は充電と放電を繰り返すことで劣化が進みます。バッテリー残量がゼロになってから充電をしたり、 100% の状態で充電をし続けるとバッテリーへの負荷が高まり、バッテリーの寿命が短くなってしまいます。バッテリー残量 20% を目安に充電し、 80% を目安に充電を停止することで充電による負荷を回避できます。ですが 20% から 80% を意識しすぎて充電を繰り返してしまうと、リチウムイオン電池の電流を流す働きが少しずつ劣化していくため、必要以上に充電を繰り返さないようにしましょう。就寝時に充電しない。就寝時にスマホを充電する人は多いと思いますが、 100% の状態で充電をし続けると過充電となり、バッテリーに大きな負荷がかかります。現在のスマホには過充電防止機能が内蔵されていますが、長時間充電することで熱を帯びてしまい、結果的にバッテリーの劣化を早めてしまいます。寝る前にはコンセントから抜いて、起きるタイミングで充電を始めるというサイクルをお勧めします。充電中の環境に気をつける。スマホのバッテリーは暑さ寒さに弱いため、充電時の環境には注意が必要です。一般的に気温が5度から45度の環境では問題ないですが、5度を下回る低温や45度を上回る高温ではバッテリーの劣化が進んでしまいます。可能な限り気温が5度から45度の環境で充電することを心がけましょう。充電中には操作しない。スマホに使われているリチウムイオン電池は非常に熱に弱いです。アプリなどを使用してスマホが熱くなっている状態で充電をすると、バッテリーがさらに熱を持ち、大きな負荷がかかるため、バッテリーの劣化が進んでしまいます。スマホ充電中の操作はなるべく控えましょう。 OS のアップデートなど端末への負荷を減らす。 OS をアップデートすることで不具合の解消につながり、結果的に消費電力が抑えられることもあるので、アップデートが出ている場合にはこまめに対応しましょう。またアプリを整理してデータ容量を減らしたり、スマホの設定を見直すことで端末にかかる負荷を軽減できるので、バッテリー劣化の回避にもつながります。最後にまとめです。今回はスマホの正しい充電方法について、こちらの5つのポイントで紹介しました。スマホの充電方法はバッテリーの寿命にも大きく関わってきます。充電に適したタイミングを知ることでバッテリーは長持ちするので、普段から意識していきましょう。バッテリーの劣化を機にスマホの買い替えを検討している方には、ニフティが提供している格安 SIM ニフモがおすすめです。サービスの詳細は概要欄をご覧ください。いかがだったでしょうか。この動画が良かった、参考になったと思ったら、動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。